はい、皆さんこんにちは、村山ティッソシンです。まあ、この動画を見てくださってる方は、まあ、レッスンをこう受けてくださってる方だと思いますというか方ですね。はい、いつもね、こう鮮明な絵ではなくてライブで最近見ていただいているので、まあね、今回はこういう形でちょっと通常カメラでもね撮るようにしてみました。これからね、そのライブ中の様子、反対側から撮ってる様子も皆さんにこう配信しますけど、これがねできた作品です。はい、なんかね、さっき僕が言ってるここのあたりのこの空間の撮り方をこうよく見て作ってみてもらえるとうまくできるんじゃないかなと思います。このね、秋狂乱のカールの仕方とかもライブでやってますけど、 やってるので、よく見てください。こういう刃先の動きとかがある綺麗にできてるのとできてないのとでは全然ねこう違うんです、見栄えが。だから、まあ、そういうところに気をつけてやってみてください。まあ、これからね、桜は、まだまだライブ中でも言ってますけど、作る機会が、この単発動画でも単発レッスンでもあると思いますので、なるべくねこういろんな桜にチャレンジして、その桜の特徴をね得てみてください。やっぱり一つ一つの経験作ることによって、一つ一つの経験値が溜まっていくじゃないですか。それによってアレンジってやっぱりどんどん上手くなっていくんで、ぜひやってみてください。で、本当にこうパーフェクトな人には僕は全然必要なこと以上はアドバイスはしてません。本当に僕がアドバイスしてない時はすごい上手かったんだな、良かったんだなと思ってください。その代わりできてない時は確実に言います。そういう時はまあレッスンなんで、そのしょげないで次につなげてもらえればいいんですよ。だからそういうふうにしてみてください。まあこれはね、単発とはいえレッスンなんで、やっぱり皆さんが上手くなることを望んで僕はやってますので、ぜひねこう一つ一つのアレンジメントをやってみて、どんどん上手くなって、もうねこう僕はやっぱりこう僕 N フラワーにねこうの会員でとか単発でもねこうやってくださった方々は全員がねこう上手くなってくれることを、望んでます。なのでみんなが上手くなって、みんなが綺麗な花を刺すようになって、で N フラワー、それが N フラワーだから最高じゃないですか。なんかそういうね未来をこうがお花の未来が来るといいなと思ってやってますので、ぜひ SNS とかであげるときも N フラワーとかこうタグで入れて、まあ、僕の名前長塚慎一なんですけど、長塚慎一でもいいですし N フラワーでもいいですし、タグで入れてアップしてもらえるといいです。両方ともこう入れてくれるとよりこう相乗効果が出るかもしれないですね。はい、ではレッスン頑張ってください。応援してますんでよろしくお願いします。まあ的確なアドバイスでない場合もあるのかもしれませんけど、僕なりの精一杯のアドバイスはしていきたいと思ってますので、これからもよろしくお願いします。ではまた。はい、ではいきます。まずこの桜を入れていきます。まあ桜せっかくねこう大きい枝だからバンバンとラインを伸ばしていきたいなと思う人もいるかもしれませんが、まあ、ここは最初なんで一番最初に枝も使う人も多いと思うので少し短めでいきましょう。ちょっとかわいいを強調していきましょう。まずね少しこう何センチぐらいだろうな、まあ何センチっていうのは僕あんま好きじゃないんだけど5、60センチぐらいかな。で枝をこう落として
枝を切るときは必ずこう斜めにカットしてくださいね。斜めにカットしてくださいね。こういうふうに斜めですよ。こういうふうにカットしていきます。こっちで限定動画撮ってるんで、まあでもまあいいのか、特にこっちで言わなくてもこっちで言ったのを聞いてこっちで確認すればいいのか、だから大丈夫だな、こっちのあんま見せなくても。はい、データがね、こう刺さりました。こんな感じです。そしたら今、まあ上にこう立ちましてね、こう枝がこうカーブしてるんですか、こうカーブしてる。なのでまあね、例えば逆にこれがこうカーブしてたらこっち、こうカーブしてたらこっちみたいに、少しこっちに枝を流します。これはこの縦の枝に対して少しこう短めに刺します。いいですか。そしたらこの残ったね、この枝で、少しこのアウトラインを埋めていきますよ。まあ要するにちょっと見ててくださいね、このアウトラインを必ず斜めにカットしてくださいですね。ここのアウトラインを埋めていきます。そしたら今度手前にもう一本、こういうような形でアウトラインを決めていきます。こうですよ。そしたらここでこのバラを入れていきます。バラはこのいつも言うように外側の1枚のこの皮花びらは傷ついていることが多いです。なのでアレンジするときはこう必ず傷ついたら取ってあげて美しい状態にしてアレンジしましょう。でいつも伝えてるんですけど、皆さんのチャンネル登録をね募集しております。ぜひ皆さんチャンネル登録を、フラワー TV のチャンネル登録をしてください。よろしくお願いします。で、バラなんかも斜めにカットです。今ナイフで切ってますけど、あれハサミでも全然問題ないですよ。こんな感じですね。なんかこっちから撮ってる、こっちからも撮ってるってすごいよね。まあ、フラワー TV も進化してますよ、本当に皆さんのおかげで。でもね、この単発講座はすごくね、この相手はいいですね、走りとはね。でこれからね、この本格的にやりたい方はフラワーアレンジメント通信講座、
まだね、花束通信講座しか動いてませんけど、フラワーアレンジメント通信講座も今もうどんどんできていて、もうあと少しでついにずっと念願だったんですけど出来上がります。まあ そっちにね、もしもっと本格的にやりたい方はね、そっちも受講してくださるともう最高ですね。うん、全然通学に行かない方でも問題なくできます。やっぱりね、いろんな理由で通学できない人もいらっしゃるんで作りました。入りましたね。でその時にこのバラの高さが同じにならないようにしましょう、ね、はい、はい、でここで、少しファンデーションワークをしておきます。このレザーリーフファンで、ファンデーションワークをしておきます。やっぱりね、今回器が少し大きくなってるんで、刺しやすいんですけど、まあ少しこう中心点がね、ぶれやすくなる可能性はあるけど、このくらいだったら大丈夫でしょうね。今回はね、この桜を使ったフラワーアレンジメント通信講座の単発講座の、パート1ですね。本家本元の通信講座もあれですけど、すごくいいんですけど、テクニックを学ぶにはすごくいいんですけど、このなんか季節感をね、こう常に味わうためにはこの単発講座は最高ですね。本当に旬なものを使っていくんで、そう、今までにチューリップの通信講座、それからフラワー、スイートピンの通信講座、あとガーベラの通信講座が2つ出してるんですけど、もうね、なんかスイートピンの通信講座とかは今更こう頼めないんじゃないかって思ってる方多いんですけど、そんなことないです。まだスイートピーの通信講座も頼めますんで、やりたい人はスイートピーの通信講座も言ってください。大丈夫です。2週間とかの時言ってたんですけど、まあ、2週間過ぎてるんですけど、まだ大丈夫です。全然、まあ、スイートピーまだ全盛期ですからね。はい、そしたらこのドラセナを1枚ずつに切り分けます。基本的に今思ってるんですけど、こっちからと今こっちで皆さんライブやってるじゃないですか。反対側から動画が撮ってるけど、その動画は手元のこのカメラとしてはすごく綺麗に映ってる、すごい綺麗に映ってる、マジ鮮明に映ってるけど、
それ以外のはこっちの方がやっぱりライブやってるのはこっちなんで、こっちのカメラはいいね。だから、並行して見てくださるといいかもしれないですね。ちょっとこう見づらかったな、今のレッスンでここ見づらかったなっていうところあったら、こっちの URL を、反対側のカメラの URL をお教えするんで、それを見て確認するみたいな、そういう作業がいいかもしれないですね。はい、そしたらまあこれね、綺麗そうなこういう葉っぱだけ先に取っておいて、2枚ぐらい取っておきましょう。こうやって伸ばしておきますね。そしてあとのものはこう巻いて使います。こっち来てこう止めてね、使っていきます。この N フラワーのリーフテクニックっていうのが、10個プラス、さらにその先もあるんですけど、あります。17個ぐらいあるかな。その通信講座じゃなくて、そのテクニック集っていうのも、通信講座の本家本元のやつをやると、そこに全部こうついていきます。あと N フラワーの会員さんはね、常に会員サイトの中で見れるようになってます。なので、常にそういうのを活用していってくださいね、会員さんはね。とにかくね、うまくなることに特化したスクールです。無駄なことはしません。こう何かをこう引き伸ばして無駄にお金を取ろうとか、そういうスクールではないんだよね、フラワーは。常にこう上手くなることを意識して、皆さんがこうお花をね長く楽しめる、それをモットーに僕やってますんで、ぜひねやってみてください。まあ、他のスクールでレッスン受けてる方いらっしゃるかもしれませんけど、試しに一度やってみてください。絶対いいと思いますよ。僕結構あちこち指導で回ってきたんで、もうどうしようもないものいっぱい見てきたんで、これじゃ絶対うまくならないんで、お金だけは高いみたいなのね。まあ名前出せないからね、名前出せないけどね、本当は名前出してあげたいけどね、危ないからね、あれとかね、引っかかっちゃいけないから。こういう感じになってます。そしたら、ここでトルコキキョウを入れます。ね、トルコの白を入れます。ちょっとこうすごく大輪系のが来てますけど、もしかするともう一回り小さいのになるかもしれません。これね、その時の状況によってちょっと変わってきちゃうんで、品物はいいやつにしたいんでね。なんですね、うちはね、もう仕入れの目から何から全部僕が手入れてやってますんで、N フラワーはお花は最高ですよ、はっきり言って。まあお花だけ技術ね、もちろんこの習得する技術も
あれです、トップですけどね、トップクラス、トップとか言っちゃうとまた、あれ、語弊が出る、トップクラスですけど、あの、仕入れはね、本当大事なんで、僕、あの、お花の、だけは妥協しないんで、建築林な画材なんて置くのはもう本当最悪ですからね。嫌なんですよ、そういうのは。はい、ドロップ入りました。こっちのカメラやっぱり鮮明だな。はい、そしたらここでこっちにしようかな。やっぱ先に桔梗卵を入れます。桔梗卵もパーツに分けます。なんか次はまたブリブリ系の春のアレンジもいいかもしれないですね。今日はちょっと桜を使おうっていう気になっちゃったんで、少しこうラインを利かしたものもありましたけど、まあでもね、すごくこう勉強になる通信講座だな、これは。あ、これね、言い忘れた。ステムをこう取っていくじゃないですか。取っていくとドラスナもそうなんですけど、こう一つね、最初からついてるこう芯が残ってるやつがあるんです。それをね、こう長めにしてしといて、こう長めにしたものって、まあでもそんなに変わらないですけど、このぐらいだと長さね。あの、こうやって長くして、長くしたいところに刺すみたいな感じにすると使いやすいんですよ。桔梗卵もこう巻いてあげて、でこれもホチキスで留めて使います。その時に少しこうループを中で小さいループもこうやって作って、こんな風にして留めておくと、こうですよ、ここそうすると、なんかちょっとこう雰囲気が出るね、作品ができたりとか。するんですよ。ちゃんとこう癖をつけてあげて、こうね、そして刺します。まあある意味さ、あの思ったんだけど、あの向こうのカメラすごいシュールな絵かもしれないね。まあ、もうこれ本当限定動画で出すしかないわ。限定以外出せないし、
なかなかかっこよくなってきちゃったな。これがまたかっこよくなってきちゃっていいんだけど、なんかこう、かわいいアレンジを今日はやろうかなと思ってたんだけどね。まあまあ、かわいいアレンジちゃんと次やります。桜が来ちゃったらやっぱしこうなっちゃうんだよな。はい、これです。そしたら最後にここにスイートピーを、ね、入れていきます。桜咲いたらめちゃくちゃ可愛いですよ。でも言っとくけど、でね、まあ、こうやって入れるときに、まあこれは大丈夫か、あんま下の方にこうスイートピーがついてる場合あるじゃないですか。そういうときってあの多分かわいそうだからみんなねそのまんま入れちゃうと思うんですよ、アレンジにね。でも下の方でぐちゃっと潰れちゃうことがあるんです。そうすると本当にこう、まあ、アレンジもそのスイートピーもかわいそうなことになってしまうので、ちょっとね、取るのも愛情だと思います。こちらでほぼほぼ完成です。あとはこのね、こういうところにちょっと空いてるところがあるので、そういうところが短く少しスイートピーをこう切って、こう短くしたスイートピーを埋めてあります。そうするとこういうところをねちょっとこう埋めていくと
すごいこうブリブリ感がこういう枝物のアレンジでも上がっていきます。見えなかった。コメントね、見えないんですよ、後ろ向いてると。ちょっと待ってね。はい、これで完成です。回していきますね。